話とは？はじめまして。花子さんとお付き合いさせていただいてる太郎と申します。ああ、そうですか。はじめまして。はじめまして。まあ花子さんとはお付き合いさせていただいてるんですけども、まあお付き合いと言ってもフェンシングなんですけど。ちょっとやめてよ、今ふざけないでよ。いや、ほら、笑いも必要かなと思って。何を言うとるんだね。そんなんいらないんだよ。もう分かるよ、大体こうやって来たんだから。分かっていただけましたか？分かっていただけましたか？分かる分かる。今ので分かっていただいとる。実は僕たちは仲良しなんです。仲良しなんです。知らんがな。いや、仲良くやってるのはええことやけども、大体もう親ですからね。もう手塩にかけて育てた娘でも、これだけは自信があります。僕たちの仲の良さはあなたとお母さんよりも仲がいいです。ちょっとどこと競ってんのよ。何を見せられてね。違うがな。本題に入りなさい。わかるよ、大体。そりゃ勇気いるよ。僕も経験したからね。お父さん。何や。大事な話があります。僕にラジコンをください。何を言うとんねん。ちょっとお父さん、先突っ込まないでよ。突っ込め、私の役でしょ。やかましは。何がしたいね、さっきから。お父さん。何や。お言葉ですか。突っ込みは花子さんにお願いします。なんでやねん。嬉しい。やっぱり私がツッコミは。だって私たちは仲良し。どういう仲や。知らんがな。何をしてんねん。な、そのごちゃごちゃやってんと。ああ、もう言いたいことは大体分かってんねやから。もうオッケーするから、もう言いなさい。僕は、花子さんのことが結構好きです。なんやそれ、ややこしい言い方して。ややこしいけどやめてよ。っていうか、お父さん突っ込まないでって言ってるでしょ。突っ込みは私の役目。なやそれ。突っ込みは花子の役目だもんな。誰でもええがな。だって僕たちは仲良し。知らんがな。仲良し。分かった。だからお父さん突っ込まないでよ。こっちが黒とんねん、ボケを。な、もう言うことないだら変えてもらうよ。ね。あります。なんやねん。お父さん、僕と結婚してください。なんでやねん。結婚相手私じゃないの。ジェラシー。何をしとんねん。なんでこんなにジェラシー焼くんだろう。当然当然。だって私たちは仲良し。何をしとんねん、だから。それもうええねん。何回見せられんねん。ほんまにもう、仲ええのは分かったわ。お父さん、大事な話があります。ここで来たか、やっと。僕と花子さんは、2週間前に結婚しました。結婚したんかーい。どうもありがとうございました。だいぶ良かった気がする。オーディション受かると思うよな。メンバーで見つかりそう。まだまだか。俺的には羽沢がいいねんけど、羽沢かんねんな。あいつちょっとな。そうやねん。いや、喧嘩したから俺。そうやねん。俺羽沢が多分、特にこのネタに関しては特に多分花子さん役うまいと思うから、間に合わへんにやったらなんかコンビネタみたいなのできへんかな。いや、でもトリオの方がいいと思うな。間に合わなくても。間に合わなくても、その間に合う間に合わんの今討論はええねんけど、その人がトリオの方がいい。足りないから、なんかそういうボケに見えちゃうんかなと思って、なんか一人二役やってる。でもそれは別にしゃあないや。お前羽沢いけないんだろ。もうこの3人でやる。いや、羽沢俺一回喧嘩してるから。だから今月のオーディションこのネタでいくしかないな。これでもトリオって言ったらいけると思うで。そうかそうか。一人二役やってるとは思うやろ。カツラかぶってんねんからでも自分でやってるのとこっちからの景色結構違うかもしれん。俺結構一人でやってるように見えるから。お前の景色と俺が見えた景色ちゃうやろ。じゃあそれでそういうことじゃん。俺にはそういうふうに見えてる。ああ、そうかそうか。羽沢が一回飲み会してみる。羽沢だ。ああ、ごめん。何で喧嘩したんそれ。いや、なんかそのもうだいぶ前やねんけど、靴足踏んだとか踏んでないとかで最初始まってんけど、その理由なきのやつが一番悪質やからな。もう原因忘れてんけど。じゃあほんまにあかんやつやな。そうかそうか。先月も胸ぐらつかみやってるから。ほら直近結構してんねや。ずっと続いてるってこと。そういうの何そういう原因ないんや。なんかお互いの態度みたいな。そうなんや。まあまあ分かった。分かんな。オッケー、じゃあまた探しておこうか。お前またもしおったらなんか紹介して。ああわかった、うん、じゃあ当日までに。いっすいっす、ありがとう。いっす、ほらいっす。よし、ネタ合わせお疲れさまでした。どうも猪木氏です。どうも重原です。どうも羽沢です。僕たち3人のトリオチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。登録しないと怒るわよ。もうええねんそれ。いやツッコミは俺がするから。いやどっちもええがな。ぜひ読んでください。ネタサロン、ネタサロン、集まれ集まれ、ネタサロン、このレンガが擦れる音に集まれ。いやネタサロンに集まるんだろう。レンガが擦れる音に集まっても仕方がないだろう。みんな一緒にゆっくりしよう。不透明すぎて入るのが怖いネタサロン。ジャルジャルタワー。